はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ということでポケモン初代ピカチュウのお時間がやってまいりましたということで、前回なんですが、なんだっけ、道具かすみさんですか。かすみさん、これ、ね、これさ、これちょっとどうすりゃいいんだろう。バブル光線めちゃめちゃ強いじゃん。誰も覚えれない。誰も覚えれない。なんで水系なんと思うんだけどね。しかしコイキング、コイキングここで覚えさせられると思ったけど違うんだな。さあどうしたもんなのか、コイキングをどうやって育てていったらいいのかがもうちょっとな、もうあの課題ではあるんですが、チビと変えて、まあまあこれで頑張っていきましょう。不思議なね、もうちょっと、ああまた、いや、またあの動画内でここら辺はやっていきたいなと思います。そしてまあ僕ドラクエやってましたが、まあちょっとね、あの激戦はちょっと楽しいね、やっぱね。かすみ戦、あ、先生じゃねえわ。かすみ戦面白かったな。ということで、次どこに行けばいいんだろうか。情報収集していこうか。これ自転車屋か。どこに行けばいいんだろうか。お得な掲示板、進化の最中に B ボタンを押すと、何 B ボタン、はい。進化は止まってしまいます。そんなことがあるのか。ショップがあるよね。まだやってんのか。昼寝している。昼寝して、なんかさ、どっからかさ、出れるよみたいな、あ、あった。どこに行けばいいんだろう。ちょ、待って。次はどこだとかヒントが何一つないんだ。こいつ何なの？あのメガネは何なん、あいつ。何なんだ、あいつ。色のポケモントレーナー戦ってみないと、自分の強さわからないものね。ポケモンに教えるの。水に住むポケモンに使ってあげて。いや、知ってるんだけど、うちのコイキングがさ、コイキング、あいつ水じゃないのか、あいつ。違うのか。水タイプ、まさかの水タイプじゃな、お前なんだ？店の前の植木が邪魔で向こうへ行けないよ。でもどこか周りに連れて行けるらしい。前に行けない。どこだ？あれ何なの、あそこ。あそこ何なんだろう。こっちじゃないのか。あ、行けた。おー、見た。なんだ。あー、ブルーだ。久々のブルーだ。闇落ちしたブルーだ。ちゃう、そうでしょ。そうでしょ。これ闇落ちした、するんです、最後。多分そういうことだよね。こいつの世界ぶっ壊すみたいな、そういう物語だよね。こんなところうろちょいしてたのか。俺なんか強いの、すごいの色捕まえちゃって。絶好調だぜ、オッケー。どういうやおさんをなんか捕まえた？見せてみろよ。戦うのか。来た。ブルー。闇落ちのブルー。久々の闇落ちのブルー戦。ブルーが勝負を仕掛けてきた。うわ、4匹いるじゃん。これ下手したらさ、レベルは ?18。これさ、ある意味なんだけど、霞より強いんじゃねえ説。どう？チビ。どうしようかな。3で。3でいこう。これ買います。やべ、コイキング失敗したな。さあ、鬼スズメ。どう、待って、やめて。結構、切り裂こけ。待って。やめてくれ。いけんじゃない？おーい！よっしゃ、いいね。いいよ！いいよ、サンド、いいよ、育てた甲斐があったよ。切り裂くったね。コイキング11の経験値。でも仕方ないです。サンドを送り誘おうとしてる。またサンドが来た。これ変えます。コイキング。コイキング。もうなんなん、このコイキング縛り。なんなん、このコイキング、もう仕方ない。コイキング育てていくと決めてしまったんだ。生放送した時に俺は決めたんだ。何が来たっけ、また。サンドだから、チビか。オッケー。取り替えます。もうなんとなく分かったんですよ。サンド全然強くねえんだけど。やめて、比較。やめて、待って。よし、オッケー。戦う。念力オッケー。まあ、任せろ。ドーンいいね。ドドドーンと来たね。比較。いいんじゃない？もうちょっと分かってきたんで、もう砂タイムにはもうチビぶつけとけばどうにかなるでしょう。コイキング147、いいね、いいでしょう。コラッタを送り出そうとしている。変えます。うちの子サザエさんやないか、お前。アイコン完全にサザエさんやないか、あれ。コイキング OK。 これコイキングどうしたらいいの。もうネタとしてずっと育てて、さあそろそろ誰が強いのも見てみたいかなと。不思議だね、死ぬかな。よし、不思議、どうぞ。不思議だね、もいけんじゃない。不思議だねって俺思ったんだけど、やめて。いやー、嘘でしょ。しかし不
不思議なのってさ、なんかポケモンのさ、最初のなんかポケモンじゃないの、なんかで見たような気がするんだよな。なんかそんなんで初期のさ、戦う電磁波、電磁ショック、オッケー。これあったな、これ一撃で終わるやろ。終わらん。やばい。やばい。電気ショック。お願い、笑って。よーっしゃ、来た。あ、全然霞より弱い。全然よかった。ポーキング60入った、60、60。不思議だね。さあ、ブルーはEV を繰り出そう。EV か。コーキング。コイキング、いや、EV かわいい。EV かわいいね。EV 欲しいんだけど。EV くれ。よこせ、ブルー。ブルーなんだっけ、姉さんを殺されてこの世界壊れちまえって覚醒するんだっけ、違う、なんだっけ、なんか言ってたよね、なんか生放送でなんか言ってたよ、そんな物語じゃねえのみたいな、なんかあったよね。さあ、EV 体当たり弾かれた、 OK。 EV って何なんだろう。ポケモンの多分人気キャラなんだよね。多分ポケモンのなんかほらスイッチかなんかでさ出たじゃん、マンキーでしょか、OK。で、ピカチュウ&イーブイかなんか2個なんか選べたじゃん。イーブイ尻尾振る。やめて。なんだなんだ、防御力が下がった。ポケモン。カルテチョップ。オッケー。まあ。砂掛け。ケタグリってなんすか？出直してこい、ブルー。180。13になった。なんかなってくれ。何にも覚えてんだけど、コイキング。ブルートの勝負に勝った。なんで山気になっちゃって、お前や、お前。わかったわかった。青様は賞金として595円。細かい。全財産っぽくて、逆にちょっと罪悪感。俺、マサキのうちに行って、珍しいポケ、ん？マサキのうちに行って、珍しいポケモンをたくさん見せてもらっちゃったもんね。おかげでポケモン図鑑のページが増えたぜ。何しろマサキは有名なポケモンマニアだからな。パソコン通信のポケモン預かりシステム、俺もまさきは作ったんです。あ、そうなんか、あれもか。お前も使ってんなら一度会いに行けば。おっと、道草食ってる場合じゃないぜ。じゃあな、バイビー。どこ行くの、あれ、なんで上から出てくるの、あれ、下に行けってこと、ちょ待って、寝よう。一回寝ようぜ。あれ、下に行けってこと、どうなんだろう、次どこに行くんだろう。上に行こうとして出てきたから上なのかな、それとも、まあ一回寝かせよう。まあ寝て、やでやでしょこれ。ちょっと寝かせて。不思議なねってなんか変わんのかな。不思議なねとかってなんか御三家とかじゃなかったっけ。いや、なんとなく言葉覚えてんの。なんでかっていうと、ポケモン GO の動画をちょっと一時さ、ポケモン GO ちょっとさ、あの動画なんか撮った時に、なんか調べた時には御三家とか、御三家じゃないか、なんか最初にさ、初期のなんか何種類かいるよね、だからその中のなんかそんなんだった気が。こっちでいいのかな、もうめちゃめちゃおるやん。ゴールデンボールやばい、めちゃめちゃトレーナーがいる。ちょ、あの左の洞窟あれ何だったの、何匹出てくるんですか。さあ、短パン子どうですか、虫捕り少年現れた。何ですか、キャタピーを繰り出した。キャタピー来た。さあ、根持って13かポケモン買います。な、火属性っていないの、そのまま、そもそもが。そもそも火属性っていないんですか、ポケモン。いたよね、体当たり。結構食らわない。オッケー、カルチョップ。ああ、いいね。急所に当たった。いいね。カルチョップ。急所に当たった。オッケー。78の経験値をもらった。オッケー。あともう一人だね。さあ、取り替えます、一回。コイキング。もうこれでしか使えないもんね、だってね。さあ、行け、コイキング。戦う、跳ねる。でも、覚えてね。何しようかな、3度にしようか、3度。これ、レベル上がっていったら、HP 元も増えるんだもんね、当たり前だよね。毒針。毒やめて。よかった、切り裂く。3度は切り裂く覚えてからだいぶ楽になった。全然違くなったね。オッケー。毒針。毒やめて。今一つ OK。もうだってさ、上にいっぱいいない？ねえ、いっぱいいんだけど、上に。77経験値、OK。勝負に勝った。虫取り、なかなかやるじゃん。
青さんを賞金として140円を手に入れた。オッケーオッケー来た。もう絶対捕まるやつじゃん。これここ不正規ルートで合ってんのかな。死ぬほど強かったらさちょっと考えるけど。さあミニスカート来た。もらおうかそのミニスカート。噛んでいく噛んでいくミニスタートミニスタート噛んでいく。ピカチュウ3度3度でいいや。オッケー。ポッポポッポって、いや待った3度よ。うまく決まらなかった。切り裂く切り裂いてください。にゃーにゃー一撃だぜ。もう一撃ニドラン、キングコイキングこうじゃないと。いやーちょっとねボロボロやん。ニドランってなんかちょっとなんかちょっとなんだろうな、ボロボロになっちゃったネズミっぽく見えるよね。どうしてもポケモン不思議だね。いい勝負できるかな。不思議だめは多分一人で戦うんだけど、これはコイキングがこういう時じゃないとさ出てこないわけですよ。倒せないわけですよ。逃げ取り、おーなるほどね。おお二度蹴りか。あれ逃げ取り逃げ取りって俺言ってなかった一回。あれあれとまた違うのか。メイクショック言いましょう。見せてください。急所に当たったけど、そんなにやっぱネズミ対ネズミみたいなもんなのかな。ネズミ対ネウィッツ、うおい、これ悪いでしょ。相性悪かったね。相性悪い。やめて。攻撃力が下がった。まあいけるでしょ。へい終わり。ちょっと一回寝に行く。そうそう寝に行く。勝負に勝った。信じらんない。めちゃめちゃおるやん。もうどんだけ。何これ、これ何タノモロードみたいな感じ。タノモロード何なん。どんだけ出てくんだよこのゲーム。ここだけで多すぎだろ。短パンごとか。よしきた。さあ誰か行こう。コラッタ送り出した。コラッタか。デッパーにいて何が効くんだろうか。できたらこれの次の1匹目で倒していきたいよね。取り替える。オッケー行こう。絶対食らって尻尾振る。やめて。防御力下がった。まあいいでしょう。オッケー。めちゃめちゃ下げられてるやん。はい終わってくれ。あーやめて。結構食らったね。オッケー。これさもう防御力防御が低くなってるのはもう多分あれだよね。コーティングアーボ。アーボなんすか。アーボってなんだ。アーボってあれなんだ。ヘビって何に効くんだろう。ピカチュウ何しよっか。チビ入れようか。オッケー。ようわからんから行くんだ。チビ毒針効くのかな。いや効いちゃったね。効いてしもうたね。おーい睨みつける。なんすか。防御力下がってしまった。いいでしょう、いいでしょう。なんだこれ、連戦。怒涛の連戦。行こう。またこういうサザエさん呼んで。毎回やないか。さあ、ちょっとね、あれがわからないんだよね。キング、マジなんかそろそろ覚えてくれよ、もう。不思議だねか。チビ移動する。サンドで行こう、サンド。オッケー。いや待った、鬼スズメ、いや鬼スズメいねえのか。超音波効かない。混乱した。マンキーマンキーでいいじゃん。いきます。混乱とかあるんだ。速攻で超音波今効かなかった。オッケー。ケタグリってなんだこれ。ケタ二度蹴りじゃないんだよね。まあいいやこっちでしょ。オッケー。ハレチョップ。いやいいね、急所に当たった。いいんじゃないでしょうか。いきます。ナイス。いいね、急所に当たった。ズバッと当たると54。ちょっといっぱい出ちゃったから勝負に勝った。ここでなんかいろいろ返そうね。ヘロヘロもうダメ。アンさん賞金ですね210。待って、モンスターボール。またいる。お、またいるじゃん。なんだこの4人目。私よそろそろバテてきたんじゃない。一回帰るもん最悪。なんなんここ。なんだこのバトルロード。これ何の何ロードっていうの。バトルミニスタート。オッケー。ポッポか。なんだこのバトルロード。終わりたいんだが早く。
次のとこ行きたいんだ。次の町に行きたいんだ俺。マンキー、オッケー。行きます。俺は次のところに早く行きたいんだよ。ポポの風起こし、オッケー。行きます。来た、戦う。空手チョップ、いいね。どんでいくでしょ。いかー、いいな。急所、結構急所に当たるんだね。16か、いい戦いだ。そろそろバテてきた。帰りましょう。寝に帰りたい。謎のバトルロード、なんだこのバトルロード。さあ、これ重要な。よしよしよし、コイキングのレベル上げなのかなこれ。ミドラン、行きます、行きます、行きましょう。なんかこうニドランのあれか、まあ、可愛くないよな。なんかなんだろうな、雑種感が出るよね。すんげえ雑種感が出てるよね。待って、戦う。次誰だ。チビでいいか。オッケー。不思議だね、不思議だね。一回育ててみる。ガク、やべ、ナイス。チビ強いよね、ほんと。おー、いいね、効果抜群。二度蹴り、やめて。二回蹴るの、やめて。鬼すすめってどこ行ったんだ。俺入れちゃったんだけど、なんか。よっしゃー、いいよ。さあ、チビはレベル18になった。ありがとうございます、ありがとうございます。チビは技を4つ覚えてるせい。なんか超音波、超音波ってあれだよね確か。念力、毒の粉でいいや。これなんだっけ、超音波ってさっきなんか使ったよね。きたー、チビ有能だな。ごめん、なんかモザイクかかってみたいで何かわからんみたいなこと言って。荒々しいんだグラフィックが。さあ、まだ、おっしゃ、終わる。いや、もう上にいる、いる、まだいる。なんなんだよあいつら、なんでそんないる。さあ、なんだこいつ、ボーイスカウト。なんでボーイスカウト、これ攻撃仕掛けて。マンキー来た。マンキー強いんだよね。18のマンキー絶対強いじゃん。レベル差っていうか、お一緒ぐらいじゃん。マンキー、どうしよう。よし、チビしよう。いや、サンドでよかったか。さあ、これ一撃どんだけ食らうのか。やべ、もう、二手繰り。よーっしゃ、いいね。大丈夫。待って。まあ、大したことないよ。オッケー。見て。あ、いいね。効果抜群。チビ強いな。いいね。効果抜群だ。いいね。もうそれだけ。ただその上にもう一匹いんだよ。さ、めちゃめちゃ持ってんだけど。待って、青さん、いや、4000、今までに一番金持ってんだけど。モンスターボール買っとくか。え、行く。でもお金もだってなくしたくないもんだって。お見事、個人的おめでとう。商品にこれをプレゼントしよう。謎の奴隷だから金の玉もらった。なんだ金の玉って。ロケット団入らない。俺たちはポケモンを悪いことに使おうっていうグループだ。おいよ、名乗ってるぞ。入りなよ。入らないの、入ってよ、入れよ。メンヘラかよ。怖い、ちょっといきなりメンヘラ感が。いや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 、もう大丈夫。アーボは毒だったよね確かね。ポケモン大丈夫、うちのサンドがいる。サンドでなんか突然のあのね、メンヘラ感。唐突なメンヘラ感。切り裂く、どう。あ、いいね、やめて、いいよ、すごくいいよ。これだったら寝に帰ろう。ちょっと倒れた。これこっちであったのかな。怒涛のドレーナー戦じゃねえか。コイキング、コイキング、もうなんだこのコイキング縛り、言ってしもうたからね。19、 OK、 ポケモン。さあ、どうしよっかな。サンドにするか。不思議だね、もう絶対死ぬよね。サンドにしようか。 OK、 雪サンド超音波。混乱している。超音波ってそういうことだもんね。どうしようかな。チビにしよう。じゃあもういい、戻れチビ。超音波いいよね。だからさあ、噛みつく。いやー、当たったね。メニュー、おーい、いいね。なかなかの攻撃じゃないでしょうか。オッケー、メニュー。
効果抜群だ。敵のズバットを倒れた。あ、いっぱいだね。ロケット弾との勝負に無事に勝つことができた。小僧ほんと強えな。オッケー、450円。それぐらいであればロケット弾でも偉くなれるのにもったいないぜ。でロケット弾がずっとここにいるのか。ちょっと自分ちょっと危ない。ちょっと一回レポート言ってたよね。ちゃんとレポーターちょこちょこしましょうって言ったもんね。でさ、ポケあのモンスターボールいっぱい買ってこない。でも負けるの嫌だよね。一回ちょっと寝に帰ろうぜ。寝に帰る。めちゃめちゃおるやんこいつら。何だったのここ。めちゃめちゃいるじゃん。まさかこんなとこに。さあポケステーションで寝て。わあ大変だ、大変だった。怒涛の6連戦。よし、オッケー。まずは寝に返して寝かせて、んでモンスターボールちょっと買わない。あれモンスターボールって持ってて絶対後悔ないでしょ。絶対失敗ないでしょ。ないでしょ。毒とかね、回復薬いいのかな。オッケー、ありがとう。メンバーこのままメンバーってこのままでいいのかな。行って、あった、どこだ、ショップがあった。まだ寝てんのかあれ。よし、オッケー。さあ買いに来た。モンスターボールってさ、これだけでいいのかな。モンスターボールは持ってて間違いないでしょ。だってだからもう死んな、いいんじゃない。全部、いや、いいんじゃない。持ってて問題ないでしょ。20個から持ってて問題ないでしょ。ダメなのかな。ありがとうございました。 OK です。でもさ、俺さ、なんとなくさ、一回だけさ、よくわからんのに実況したからさ、あれなんだけどさ、なんかもうレアモンスターボールみたいなのなかった。なんかゴールドなんちゃらみたいななかった。あったよね。あ、それはどうがいいのかな。まあ、いや、20個ありゃ。あそこ何よ、あれ。あそこ何なんだろう。さあ楽しくなってまいりました。またこっちは、あ、何にもないのか。お前なんだここ、かわいそうに。あれ何なの。ロケット弾の仕業よ。だってあそこの裏にどうやって行くんだろう。いけないよね。あっちどうやって行くんだろう。わかった、一旦ここを通り抜けてから戻ってくんのか。何なんこの、どっち行けばいいんだろう。さあどっちでしょう。うわ、待った、また一人いんじゃん。あ、叩かなくていいのか。技マシン45見つけた、ナイス。お前なんだ、叩かないか珍しいな。俺ポケモン育てて下手なんだ。この人影も弱い。まあ人影かわいす、かわいないやね。人影なんとなくわかる、かわいそうだから逃がしてやると思っている。ちゃんと育ててくれるなら君。え、人影来た、初めての。あー、人影と備えよう。ま、いや、待って、まあ、いいや、ちょ、見に行こう。まあ、いいや、後でしょ。人影来た、人影来たよ。人影初めて引っ張ってけもんじゃん。ってことは次は水だから火が効くんだ。いや、そういうわけじゃないのか。めちゃくちゃいるじゃん。ちょっと待って、わー、もうめっちゃ頼もうみたいになってんじゃん。あ、違う。あ、降りた、降りれた。こっち行くしかないのか。じゃあもうこっちしかないよね、行き道ね。オッケー、また頼もうと始まるのか。まあ死んでも仕方ない、もうこうなると。来たー、出てって。お月見山から降りてきたばかりだがまだまだ元気。来たー、なんなんこれ、もう怒涛の何。うわ、なんかでかくなったぞ。山男が勝負。黙って山登っとけよ。ワンリキ、これ見たことある、俺知ってる。ワンリキ、オケモン強いのかな。不思議だね。不思議な、一回ちょっと使ってみよう。いや、ちょっと相性悪そうだな。カルチョップ、うん、やめとこう。うん、やめとこう。サンドしよう。うん、オッケー、びっくりした。回復してなかったと思った。よーし、オッケー、急所に当たった。急所に当ててあれぐらいだったらいいんじゃない。これなんだこの怒涛の。あー、ちょっとイマイチだね。ワンリキってあれなのか、もしかしたらあれか、土タイプなのかな。そうなってくると話は変わってきて。わー、急所に当たっちゃった。
念力な、そういうことね。こういうの効果抜群なのか。70、70、70。さあ3の18になった。ありがとうございます。オッケー。山とか石つぶてを、おお、石つぶてを送る。オッケー、いいでしょう。一回また男梅やろこれ。男梅さあ戦う。まだ覚醒しない。戻れ。めちゃめちゃいるじゃん。なんでこんなトレーナーいっぱい出てくんの。体当たり、いいね。念力オッケー、強い。やめて、まあ大丈夫。黙って倒れとく。男梅オッケー。よーしよしよしよし。あれでかくなるのかな。138、いいね、強い。山男の勝負に勝った。頑張るなー。おー、めちゃめちゃ倒した方がいいね。これ倒した方がいいね。全員倒すか。しかない。いや戻ってもいいんだが。短パン小僧誰だ。ほらったか。さあ誰、どうしよう。コイキング戦うポケモン。さあとマンキーあたり久々に出そうか。一回ちょっと戻る。まあレベル上げにはなるからまあいいんだけど。防御力が下がった空手チョップ。おーい、いいね。必殺前歯。うん、その大事な。いやー結構食らう。嘘ー、やばい。そういう倒され方があるのか。電光石火とか。大丈夫。いや戻るか。コイキング鬼スズメか。イエス。じゃないと死にそうな気がする。いくつ。レベル15か。電気ショック。これ一回もう回りながら。いや来たー、サメザレ好き。いや待って、強いな。ちょっとレベル上げたいね。どこら辺でレベル上げる。ちょっと人影ともいるからね。ちょっとここら辺でなんかやってもいいかもしれんね。186、18になった。勝負に勝った、まあ、次はちょっとここら辺からまたじゃあ始めるということで一旦戻ってです。ちょっと待った。ここさ何が出るんだろう。よし、 OK。 レベル上げたい。不思議ないとかレベル上げたいね。さあなんか出てきた。謎の草。謎の草が謎すぎてマジ謎なんだ。謎の草。ピカチュウ、やられたりしないよな。いや待って、やばい。ちょっと一回ちょっと、いや待った、怖い。 OK。 謎の草、いやー強い、やばいな。え待って、よく動かないんじゃないんかい。麻痺してたんち。やばい、草に効かない。やばい。サンド OK。 謎の草が強い。まさかここでまだ負けてしまうんじゃないか。動かない、ナイスだ。急速、オッケー。ドン。いいね。危ない。謎の草が強すぎた。どこでレベル上げようかな。ちょっと、今回もまたここで、また戻んのかい。いや、だってさ、死んじゃいそうだもん。全然進まないじゃん。全然。いや、ボケセンターに、ちょっと念に行かないと。いいじゃないですか。あのピカチュウの尻尾でも見ながら皆さん楽しんでもらえると。楽しい。今いくら持ってるんだろう。青さん1295円か。普通の敵からドロップしてくれると助かるよね。そこね。まあいっか、いきます、いきます、回復します。あつらかさせてもらいます。どっだ、だ、だ。よっしゃー、いった。あと、あれだよね、ヒポムケモンとかいるから。まあいいや、終わったからちょっと見ようか。さあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。久々のね、ブルー戦ということで、まあ次のとこ行きたいんですけど、怒涛のごとくさ、ちょっとトレーナーが出てきたんで、なかなか進みませんが、まあ次またぼちぼちやっていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますよ、それで皆さん。